サンデーさんでライブだったんですありがとうございますああ渡邊さんありがとうございますお花ありますここにもらったのありがとうございますなんか全然ね覚えてなくてなんかあのなんだろう本当ににあっという間あっという間でそうあのなんだ あの、チェキの時に山太郎さんが言ってくださって、あっ、そういえば2ヶ月だわ、と思って、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。本当にね。なんか、全員とチェキ取る、今日はお金あるっておっしゃってたんで、何が、何があったんだろう、給料日だったのかなとか思ってたら、そういうことかと思ってすごい嬉しかったです。ありがとうございます。本当に。あ、目はですね、だいぶ良くなりました。ほら。 ほらって,言ってもかかんないから <laughs> あの充血充血してたのがだいぶあれです充,充血だってるか充血してたのがだいぶましになってそうなんですもう普通に戻りました今日ねチェキ取ってくださった方もねもうちょっとなんか腫れてたの腫れてるのかなとか思ってたってねあの言ってくださったんですけどあのちゃんとね毎日ねあのメガネでね生活してたんでしっかり綺麗に治ってきてます。 ああこんにちはさんこんばんざい初見じゃないのは知ってるからありがとうございますお寿司ぶりですアウトナさんもこんばんざいそうめっちゃ笑ってる草生えてる <laughs> そうめちゃくちゃ忘れててほんとに <laughs> そうメガネなんです今日あの最初で最後のなんかライメガネライブ ライブあの最初で最後のっつってやらせていただきました髪型はね前ねめちゃくちゃ好評だった三つ編み <laughs> そう三つ編みでなんかね学級委員長みたいな真面目みたいなでも眼鏡がふざけてるから全然真面目感出ない <laughs> そうこの柄が真っ黒な黒縁だったらね学級委員長感出たかもしれないですけど柄がふざけてるから <laughs> ちょっとね横髪も下ろしちゃったしな これもなかったらもうちょっとね学級委員長官あったかもしれない <laughs> ホラーって言ってもそうですよね見比べられないですよね <laughs> そうですよねあの普通です普通になってます普通じゃなかったんですよねいつだ日曜日とかかなそう日曜日は全然普通じゃないけどでもなんかやっぱ時間を置くしかないから寝てればどうにかなるわけじゃないからちょって配信だけさせてもらったんです <laughs> あおじさんありがとうございます ジェイさんこんばんはいえ本当ですかメガネ可愛いですかやったメガネはね安いやつあのジーンズっていうとかのやつで私初めて買ったメガネが茶色のこれもう5個目ぐらいのメガネかもしれないしっかりドアり <laughs>。でそう何を言ってしたんだそうあでそうジーンズの おしゃれ風メガネなんか友達と一緒にナスに前行ったんですよね多分ツイッター私のツイッターさかのぼってもらえれば画像あると思うんですけどそうその時に友達に「どれがいいだろう」って言って選んでもらったやつですそうおしゃれメガネっぽいやつだからあの「のえそれガチ?」ってめっちゃ聞かれるんですけどガチメガネです <laughs> でか眼鏡がとうございますななんかなんかかがね想像以上になんかいろんな方から褒めていただけててなんかすごいびっくりなんですけどね眼鏡ネ本当にねあのねあれなんですよねお女子の眼鏡は3割減って言いますからね3割減でございました今日の荻野はパフォーマンスでどうにか「プラマイゼロプラス +2」できたかなとか思うんですけどでも今日ね初めてね舞台でステージであの 衣装の紐が解けるっていうアクシデントがありまして、気づいた方いるかな？私一瞬吐けたんですよね <laughs>。はけて急いで結んだんですけど、あのそれでも綺麗に結びきれなくてで。なんか？あの？そう、あの結んだつもりで戻ってきて5秒で。 ほどけるっていうだ <laughs> った意味みたいなちょっとね周りのねメンバーにも迷惑かけるかもしれないのでちょっとどうにか工夫していきたいなと思ってる所存にございます初見え誰初見詐欺それもお前も誰いやそんなことないですよこんちゃんさんちゃんと覚えてるから本当に <laughs> せやさん今日もお会いしましたあうんせやさん待ってせやさん待って顔が全然今覚ええ待って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 

見に来ててくださってありがとうございましたどうしてんでなんだろうすごいね謎 <laughs> なんでアバさんがいるんだってめちゃくちゃ思った <laughs> あゆユナさんこんばんざい今日はチキありがとうございました本当ピンチキーね荻野の,のピンチキー本当ねえ要あるのかって感じですけど最初で最後のメガネでございました <laughs> そんな感じですジャボさんこんばんざいあジャボさんが今日初見詐欺しない <laughs> ありがとうございます ハク先輩おいら先輩なのかあ、そういうことか。メガネだからってことか。フフフフ。いや、ほんとに柄がふざけてるから <laughs> あ。あ、カネコさんお久しぶりです。えー、何このアイコンリンさんのやつですかすごい。そんなアイコンもあるんだ。かわいい。皆さん遅くなりましたが、ツイッターフォローしました。おうおうおうおお。えー、じゃあちょっと後で確認させていただきます。うん、待って。名前と顔が一致してるかどうかわかんないね。ちょっと後で。 ごめんなさい本当にごめんなさい私本当にアホなんですよね。なんか昨日もあのマコ、ま、ちゃんとねあのわすごい,見せ,い見せたい見せたい見せたいどこやったっけクリア入るあったあったあった。なんかあのねあのうおうおう低か,かったピアスが低っか,かったちょっと待って髪の毛に低っか,かったあの,、ね、あ,のあのねあのあのネブパン会場でねいろんな方に ワンマンのチラシを配ってるんですけど今日配るようにね準備したんですよ電動電どこだったっけあこれだこれ電動電って書いちゃって電動詞をね電動電ってもう一回電って書いちゃってすごいごまかしてるんですけど <laughs> そうこれをねミスっちゃってでなんかあのねあの最年少であのちょっと頭が弱いで有名な まこちゃんとね。同じミスをしちゃった。つっていうツイートをしたらね。今日すごいね。大丈夫。頭はみたいな頭大丈夫みたいな目大丈夫だけど、頭も大丈夫って言われちゃって。<laughs> 頭は違う。それでもそう。でもまあ悪い。悪いことに変わりはないので <laughs>。そう、こんなことをやっちゃうんです。いや、時々やっちゃう。なんかこれからももしかしてもらってくれる方いらっしゃるかもしれないですけど、こうやってなんか？ あのミノムシみたいなの書いてるやつは基本文字を間違えてますでもせっかくねこんなのあるのもったいないからね捨てちゃうのもったいないからどうにかミノムシでごまかしてますワンマンライブ10月12日にあります遊びに来てもらえると嬉しいですおぎの予約でねあのーおぎの予約で特典もご用意させていただきますので来れるよって方は来ていただけると嬉しいです よろしくお願いしますとかまで泣き皆さんおしゃれ風メガネおしゃれとは言ってない的なそうおしゃれ風メガネで本当に伊達っぽいって言われるけどガチメガネですしっかりレンズ入ってるし分厚いこんなレンズが入ってるからメガネギュンってなっちゃうんですよねやっぱりなんかレンズを分厚いレンズ通せば通すほどねメガネちっちゃくなっちゃうそう 今泉さん今泉さん、頑張さい今泉さんもあれだ初見詐欺だ <laughs> 初めてじゃないもん <laughs> あ私のツインテは何割えマシじゃないんですかマシですよね何割マシの方ですよね私のメガネは3割減なんですけど <laughs> アバさんがねそうあのねライブ終わってからねあの物販まで時間があったんですけどみんなでね「アバさんがいたね」って「あばさんツイデールしてたね」っつってすごいね あのねなんかねびっくりしてましたみんなで <laughs> うわひひなんだどういうどういう感情の言葉だそれやりがかわへもたけあそうなんです私ですそうなんですそう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 だったんです本当になんか初めてのことでなんかどうやって対処したらいいんだろうと思ったんですけど あとで、ちょっと、愛理さんにね、あの、アドバイスもいただいたので、次からは、ないように気をつけていきたいと解ほどけてもね、踏んだり、ね、踏まれたりっていうのがないように、工夫していきたいと思います。はい。スーツでサングラスかけてました。あー、はい、はい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  !2 回目の、ね、愛理さんとチェキ取ってた方もしかして。ね、そうかなそうかなそんな気がする。そんな気がする。<laughs> な気がする アイドルとはアイドルとは何そう私のアイドルってどういうものかっていう概念を話せばいいってことですかどういうことだろうえどういうことそれちょっと詳しく欲しいアイドルちょっとねそれねあのね詳しく欲しい <laughs> 久しぶりだねお久しぶりです久しぶり初見じゃないよ <laughs> えリンさんのんかが違うんですか。 えりさんこのりんさんじゃないんだあらさなんだせいちゃんっていう名前でもあセせいちゃんです教えてもらった気がする前のライブの時せいちゃんな気がするせいちゃんって教えてもらってあのなんだチラシを渡させてもらった時にせいちゃんって名前を教えてもらってな気がするなでそう愛梨さんに呼ばれてきたんだっておっしゃってた かなかな。タメの方はああはい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 。可愛い,い持ってるあでもこっちの方がなんかリンさんっぽい。リンさんってあのあ <laughs> ねあのバターやパンさんのリンさんの方じゃなくて <laughs> うんなんかこっちの方がリンさんっぽい。そうやなさんお久しぶりでした本当に。 久しぶりですなんかチェキンを取っていただけて嬉しかったです。ありがとうございます。嬉しいピンチェキっていう話をさっきもしましたよね。私のピンチェキなんか字はあるのかっていうね <laughs>。さっきも話した。喉カスカスだったけどそれに見合った満足感。えっそれってそれって褒められてるのかな喉カスカスに見合った満足感っていいことなのかな悪いことなのかなどうなんだろういいのかなポジティブ。レッツポジティブにしとこう。じゃあ。貴重な,デデそう貴重な電動で電。 欲しいいってください次のライブぐらい次のライブが28日の渋谷のグラッドさんの予定なんですけれどもそちらでね2回目のグラッドさんだなグラッドさんで配れるかな配りきりたいいろんな方にねせっかくだからワンマンライブいろんな方に来ていただきたいからいっぱいいっぱい宣伝したいからでもうんもしかしたら 28日に配りきっちゃうかもしれないから28日かな<笑>に笑いに来てください。<laughs> かんちゃん目何があったのあ,あの大丈夫です。あのですね日曜日とかになんかあの目に傷が入ってる時にあの目にしみるコンタクトをつけちゃってであの。 コンタクトが染みる上に目に傷が入ってったから余計に傷に染みちゃってでめちゃくちゃ目痛くて開かないっていう事件があって <laughs> でその後に病院行って「あのコンタクトは1週間ぐらい入れちゃダメです」って言われてそれがあったので日曜日ぐらいからずっとメガネで配信させていただいてるんですでも本当顔がマしになったな今日ライブ用にちょっと化粧も濃いから余計かな本当にね日曜日の配信ゲロブスだったんですよ <laughs> 本当にギャラブスだったんで目開いてないしみたいな感じだったんでそうそうそうだからあのまあ見てた方は本当にレアだと思います <laughs> 需要があるのかマジでユナさんささんんですかゆなさんが眼鏡かけてるの見たことないかも言われてみたらいつもなんか眼鏡かけてないイメージ。 あ、でも、伊達って言われるってことは、伊達じゃないってことですよね。<laughs> ジャンボさん、目立たないオタクは気楽です。どういうことですかどういうことだ急になんか、何の話してたっけ私。でも、ジャンボさん、体が立ちますよ。身長大きいし。<laughs> それこそ、なんか、ジャンボさんって感じだし。<laughs> 目立ちますよ。セイさん、そうだ。あよかった、よかった。よかった。1、せいちゃんね、せいちゃん。 理解理解あっ上道さんこんばんは最初で最後なんで最初で最後です最初で最後のメガネでしたイエーイメガネじゃない方がね好きなんですよね自分の顔がいやでもどうなんだろうな周りの人がいいなって言ってくれる方がいいけどでもうん今日はでもライブ前にみんなに「えそれで出るの?」って言われちゃったんで <laughs> やっぱりねあんまりね あの多分時々やるのがいいと思う時々やるのがいいと思うのであのねあのうん時々でやっていこうかなと思いますなので今度はいつやるかは期待せずに <laughs> 期待しないでいただけたらって感じですもしかしたらまた同じミスをするかもしれないから2名様か3名様になるかもしれないけど。 そうそう,そうできるだけねいろんな方にもらっていただけたらなって思いますでいろんな方にねあのー、ワンマンライブ遊びに来ていただけたらなって感じです一部と二部あってあの一部と二部あるのでなんかどっちかしか都合が合わないよーって方もねどっちかだけでも来てもらえると嬉しいです詳しいことはあの私のツイッターの方に固定にしてるはずなのでワンマンライブのことは。 そちらをね見ていただけたら嬉しいですこれないよって方もねリツイートで協力していただきたいですよろしくお願いします先輩たちがね100人動員とかってね予約して動員してっていう先輩もいらっしゃるので私もね微力ながら微力微力やばっやばアホが出たあの力は小さいんですけれどもね協力させていただきたいと思っておりますので是非よろしくお願いします 最高で楽し…あ、本当ですかよかったちょっと湧いてたちょっと湧いてた <laughs> 楽しかったですかありがとうございます本当にありがとうございます今日のねセットリストはね前の青山のリズムさんと同じセットリストでしたって言えんかったセットリストでした <laughs> なんか二十分枠だったら願い星が入る予定だったんですけど そうそうそう15分枠だったのでまたまたま同じセトリになりましたでも願い星が入ってたらねまた新たな多分やったことないセトリになってたんじゃないかと思うんですけどそうだったんですデジャブセトリでございました楽しんでいただけてたら嬉しいです知ってるお宅5人だったしどうにかんどうなるかと思ったけどあれに何ああほんですかうん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 いやでもねあーでもそっか ね、なんか他のなんか生誕祭をやってるねグループの方もいらっしゃったんでなんかそっちの方の方が多かったかもしれないですねでもいやそんな中本当に来ていただけて嬉しかったですありがとうございますこういう機会にね新しく足軽ジャパンを応援しようとかバザイジャパンさんを応援しようって言ってくださる方をね増やしていけたらと思いますのでどうしたらいいんだろうなって感じ本当になんか初めてのなんだなんて言ったらいいんだろう初めての人ん違うな 新しくお教えを増やすってなった時にどういうきっかけでこの子も応援しようって思うんだろうと思ってなんか歌ってる姿がライブの姿が良かったとかツイートがツイートとか自撮りが可愛いとかどういうきっかけまあ人それぞれだと思うんですけど少しでもねたくさんの方に知っていただけたらなと思うんですけどどうやったら興味を持ってもらえるんだろうって最近ねすごい思うところでございます。 皆さんとお話できたのが今日ああお話ししてましたね見た見た一方的にねあお話しすると思って初めて話してたのかなってことはあーちゃんあーそう大丈夫ですよねだいぶ大丈夫になりましたこのグループのファの方もああそうですよね本当にダンソンとかね <laughs> ダンソンみんなでやってくださってたのすごい楽しかったです嬉しかったありがとうございます その時の顔少しあどうだろう知ってましたどうどうだろうまあ全然晒してもらってもいいですよけど <laughs> 私変顔全然大丈夫タイプなんでゲロブスは大丈夫なんで全然 <laughs> ツイートしていただいてもいや需要がない <laughs> 見比べるだけに比べていただけたらユなさんの中であ <laughs> みやきさんタラさん旦那さんああね なんかねなんかあの応援してくださってる方同士もね仲良くなってくださるのすごく嬉しいのでうんうんうんいろんな方とねあのメンバーだけじゃなくてねファンの方同士もね仲良くなったらいいなってなんかなんとなくなんとなくなんとなく思うじゃないな日本語間違えたなうん思います <laughs> 山千尋さんごめんなさい ああね、そうそうなのかそうなのか。だかそうでもゆうなさんなんかいつもイメージ勝手なイメージすごい。なんか一人のイメージだったから、今日本当に神谷兄貴さんと話してるの見ておおおおおおと思ってすごい。珍しいなって一方的に思ってました <laughs>。<laughs> いやだよね。いろんなきっかけでね。どんな方と仲良くなるか分かりませんからね。うんうん。なんかヨハンの方同士でもね。仲良くなって。 ねいただけたら嬉しいです。<laughs> お願いします。初初見現場でも最善に行ってこ。けちゃうあ、それこけこけね。ケチャしたりすると逆にすごいってよく言われるそうですよ。まあ曲によったらね。今だっていうタイミングがありますからね。本当に。あー、でもなんかケチャしてもらえたらね。あのあ、この人応援してくれてるのかなってすごいね。あのやってもらってる側はね。嬉しいのでね。 その後、チェキとか、物販とかね、あの、言ってあげると、あの、もう100、100% <laughs>。なんか、あの、演者さんの方も、アイドルの方の方も、おっ、やった、嬉しいって思ってもらえると思います。うんうんうん。微力、あ、美力でした。美力じゃなくて、微力でした微力じゃなくて微力でした微力微力ながら貢献させていただきたいと思っております。はい、今日の面あどうですか、生徒会長、そう。 おさげにメガネ真面目系っぽいやつ <laughs> そうそうたまたまなんで本当に最初で最後のつもりですでもなんか本当に意外となんか評判が良かったので今後もやるかも <laughs> って感じペーターさんピータペータピートシさんこんばんざーい <laughs> あっヘさんこんばんざい動画見たりしてるけどまだ全完全に会われてない まあ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 ,でもかまあまあまあちょっとずつでちょっとずつものもらいができて耳「えほんとですかものもらいってねあの香川県の方言多分だとメボっていうんですよメボができてって言うんですよね私もなんかゴールデンウィークぐらいの時にめちゃくちゃメボができてそうそう2日間ぐらいずっとなんか眼帯してましたお前にその2日間、うん 同じ時間に晴れ始めてで次の日の日朝には弾いてるんでですよでもまた同じ時間になったら腫れてみたいなのがあってよく分かんないですけどね皆さん気をつけてください目は本当にいや気をつけな大事にしなくていい部位なんかないんですけど目は特にって思っちゃうタイプなので私は気をつけてくださいねんん見てました <laughs> 関西したさよあそうそうすごいなんかあの。 何フライングしちゃったコメントそうあのメボって言いますメボメボ派であマグダルさん頑張んないちょっと言うてマグダルさん頑張んなんいあり,がありがとうありがとう助かったいやーそうですよねうんうんうんなんかやつはケチャとかしてくださるだけで盛り上がるとかもあるんで歌ってる側もねそれだけでねなんかモチベーションにもなるのでほんとにどこかでお会いしそうですね せいやさんね本当にでももう顔と名前が一致したんで完璧 <laughs> 完璧完璧 <laughs> もっとどこかでお会いできると嬉しいです生徒会副会長ってたのうわーすごい私はね陰キャだったんで <laughs> そういうのねやるタイプじゃなかったんですよねなんかもうあの端の方で仲いい女子と23人ですごいね すごいねって言ってるタイプの女子でした <laughs> 時間で晴れてるあ、やっぱそうなんですかね呪いですかねうんじゃあ呪われてたかもしれないゴールデンウィーク呪われてたかもしれない大きなちょっと目、うん、は気をつけた本当にね気をつけた方がいいです本当に本当になんか耳が聞こえないのはまあ経験したことないからわかんないし うーんでもなんかやっぱり目はね何かしらありやすいと思うから全然あの鼻詰まってる方が全然いいと思った <laughs> それこそ <laughs> 鼻詰まってる方が全然いいって思ったんで本当に大事にしましょうねなんか時期的に本当にね寒くなってきたんでそうライブの後はあのねいろんな方と会ってると思うのであの手洗いをがしっかりお願いします本当にまた今度 遊びに来ていただけるように会いに来ていただけるように元気でね来ていただけると嬉しいので私もね風邪ひかないように頑張るので皆さんも気をつけてくださいね体調不良ものもらいがひへえー、そうなんですかものもらいで手術ってあるんですかなんかそれこそなんかちゃんとした病名がありそう物配お金なかったら最近一生懸命物販に行けないあーそうなんですね こんちゃんさんってこんちゃんさんってバンダイジャパン足軽ジャパン来てくださったことある方でしたっけはじめての方チェキ1枚無料なのでぜひ <laughs> ショールーム見てくださってる方もまだあのチェキとか取ったことないよって方チェキ1枚無料なのでぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです10月12日にワンマンライブやります見えるかな場所も見える 日にちも見える時間もこここんな感じこんな感じなんでこの日もね初めての買たチキ1枚無料なはずなのでなんか初めてのライブ本当にねあのワンマンライブ1部はね1,000円1,000円、まあ、当日だと1,500円2部はあのロアさんっていうあの和楽三味線ロックバンドのロアさんとあのコラボレーションステージなのでちょっと。 お値段高くなってるんですけど一部は1,000円で見れるので予約だとで予約していただけると予約特典小木が用意できるのでそのタイミングでねもし機会があれば来ていただけると嬉しいですものもらいしたことないいや間違いないですないほうがいいほんと病気とかね手術なんかね手術とかね本当にねないに越したことないはやしタイムズが今守るはもあっそうなんですね 大変。もう、痛いってことですかどうなんだろう。28日はライブです。そうです。えっと、渋谷グラッドさんでライブです。と一部っていう、あの、まあ、時間帯的に一部なので、早い時間になるのではないかと思っております。早い時間のはずです。<laughs> です。あ、まだ、あね、見たことありますチェキー。 チキも物販もあるかな見たことあってもね物販初めてだとチェキ1枚無料ですあ、なんだ見に行ったんだじゃあじゃあじゃあね <laughs> 1枚だけです足軽ジャパンもバンダイジャパンもどっちも初めてじゃないとダメなんですだからバンダイジャパンさんでは取ったことあるけど足軽初めてだからっていう方もそうもうなんかダメなので気をつけてくださいね私1回そうやってそれやっちゃったことがあって 初見チェキ無料、よっしいや、ゆうなさんは優なさんは使えないななんならメンバーみんな顔覚えてるからゆうなさんは <laughs> <laughs> そうでも本当にね来ていただけると嬉しいですということで配信してどのくらいになったかな私時間が見れるねやつがねないんですよねあれがだからあのちょっとあのあれ、ね、あれであれなんですけどいつもようにチカチカして見えないから逆に厳しいあっそうなんですあ光を痛いとかじゃなくて光を いいいいっぱ見見ちちゃゃううみみたたななな感じなんですね見えちゃうみたいな私はメンバー全員と話嘘そそうなのかなありがとうございますゆなさんじゃあもう30分くらいになったかな初見チェキ無料そうですえでもせいやさん撮ってましたよね今日あれアリーさん撮ってなかったっけダメですよせいやさんもダメですよ <laughs> ダメだぞ詐欺詐欺はダメだぞめっちゃ楽しかったですか石川はねめいさんの凱旋ライブでしたからね うんうんうんそう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 でそうこの後はあのメンバーのねえみのちゃんがね配信予定でございますのでそちらもね続けて見ていただけると嬉しいございますよろしくお願いしますっていう感じでいい感じの時間なので締めに入ろうではないかというところでございます話した方はしがれだと4人あ本当ですかうんでもあと3人でコンプリートです。 いや絶対分かると思う、うん、<laughs> そうっていうことで、えー、バンザイジャパンのコウホセ足軽ジャパンに所属させていただいております香川県の電動紙見習い荻野白でございましたあこれ間違ってないやつだった <laughs> 電動電かと思ったら間違ってないやつだった今度は10月間違えた9月の28日に渋谷のグラッドさんでライブをさせていただきます 内容とか、うん、違うな。時間は別かり次第またツイートさせていただけますので、ツイッターもね、フォローして見ていただけると嬉しいです。あの、ライブ来れないよって方もね、リツイートでご協力していただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。よろしくお願いします。お疲れ様。ああ、ありがとうございますおやすみなさい。あでも、この後、ミノちゃんが配信のはずなので、寝ないで見てくれてもいいんですよ。 グラドハスので、ね、ああ、そうなんですね。まあでも本当に無理はなさらず、来れる範囲でよろしくお願いします。皆さんありがとうございます。皆さんありがとうございました。見に来てくださった方も、お星様を投げてくださった方も、コメントくださった方も、ありがとうございました。ということで、おぎのハケでございました。ありがとうございました。バイバイ。